どうも、なおちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はね、ちょっと妖怪大辞典を見てて、思い出したのよ。それがね、これ一個空いてるでしょ。ここボスをね、一体倒すの忘れてたんですよ。で、ここのボスが、ちょっとクエストをね、いくつかクリアしなくちゃいけなくって、めんどくさかったんだよね。さあ、そのクエスト全部終わらせました。今日はボスを倒しに行きましょう。ちなみに、行くパーティーは、これ、サファイニャン3体、ルビーニャン3体です。もう、超楽勝で倒せるはず。行くよー。あー、なるほどね。旅がっぱと、歌うなぎと、かげろうね。俺が呼んできた奴らだ。では、親方様。戦わせてください。おーい、よう来た、よう来た。お主らのことは仕切るんじゃから聞いておるぞ。大きいなー。そうですね。さすが大御所といったところですね。久しぶり戦う。妖怪ウォッチ3以来だよね。3以来。あの時はもう何回も何回もね、ダルマットで戦ってたんで、もう慣れてるんだけども、ちょっと運がね、絡むボスなんだよね。お主らがこの宴を開くにあたって手伝ってくれたものだそうじゃの。皆に代わって礼を申すぞ。そんなお礼だなんて大したことしてないです。この旅は無礼講じゃ。そなたたちも楽しんでゆくがよいぞ。はい。ね。まだ戦わんのか。まだ戦わんのか。いや、この旅はお世話になった。久しぶりの宴だったゆえ、大御所様も皆も上機嫌じゃ。せっかくの宴ではあるし、お主たちも参加していくがよい。はい。では、ここにおる皆とも話してみるとよいぞ。あ、なるほどね。はい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 。ここでもまたクエストがあるわけだ。じゃ、まず旅がっぱ。うん。なになに？俺は各地を旅するのが将軍で。ああ、なるほど。話をするのが役目なんだね。いや、話聞かなくていいよ。で、次、ネクラマ天狗。うん。なんだ？あやとり。あやとり。えらい、なんかね、そういう芸なんですね。はい。で、次、クイージーは？おにぎり100個食い。なんかしょぼい芸だね。鼻の虫が泣きやまん。いや、いっぱい持ってるよ。食べ物あげようか。で、かげろう、お前もなんか地味そうだね。剣の舞、おっと、地味じゃないぞ。あー、そうか、お前の特性で。気づいてもらえなかったんですね。で、歌うなぎ、お前は歌ったんでしょ。うん、歌ったに決まってるよ。ずいぶん盛り上がったんだけど、聞きそびれちゃったね。歌うなぎは若干マシだね。仕切るんじゃ。あ、俳句を披露した。我ながら上出来だったと自負しておる。いや、俳句はいいです。全員の話聞きました。で、大御所さんと話。あー、これはね、上機嫌じゃないね。あ、上機嫌だ。何か芸を披露したのかと、そう聞いておるのだな。ふむ、皆にだけ芸を披露させ、わしだけ何もせずにおるのは不公平だと。これ、小わっぱ。大御所様に失礼であろう。ああ、なんだか怒らせてしまったような、なかなかに度胸のある小わっぱよの。よかろう。わしも一芸を披露してみせるゆえ、小わっぱ、わしの相手をせい。きた。このね、つづらを、どっちを開けるか、そういう感じですからね。ちっちゃい方から行く？ちっちゃい方行こう。まあ、ほぼほぼこっちのターンだろうけどね。なかなか沈まないぞ。え？違う？ワンで戦ったこと全然俺覚えてないんだけどね。違う。これ3とはちょっと勝手が違うな。3は、どっちでしょうみたいな感じで。で、大きいのとちっちゃいので、当たったら、なんか、敵のデバフみたいなのがかかったりしたんだけど、違う！
ワンはちょっと違うぞ、勝手が。ただただ横に、雑魚敵がいるような。そんだけか。あ、やっぱ来た来た来た。どっちでしょう。え、ちっちゃい方にしよう。どうだ、外れだ。なるほど。楽しませてくれるね。あ、いやいや、もう、これ真ん中攻撃してるんでしょ。あ、いいじゃん。横のファンネルたちを倒さなくても、よかったんだ。もう一回して、もう一回。どっちでしょう。どっちでしょう、しちゃってよ。ペロリンチョ、わー。いや、なんかこれ、もう倒すのはもったいない。お、やっぱり風の舞。これダメージ受けるやつ。あー、だんだん。スリーでこれやられた、やられた。はい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 。どっちでしょうで、当たりを引きたい。これはちょっと当たりを引いてみたいな。もうちょいか。あー、やっちゃった。チュンダユやっちゃった。まあいいか。経験値どれぐらい？あ、おお、まあまあもらえるね。まあまあもらえるよ。お、無限地獄の敵と遜色ない。なんだか気まずい空気ですね。ちょっと、しょぼくれちゃった？お！フォー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 。いや、まこと愉快愉快。本気でなかったとはいえ、嘘、本気じゃなかったの？このわしを倒してしまうとはの、人間にしてはあっぱれな小アッパである。でしょう。でもここでしか倒せないんだよな、お前は。まあ、そういうボス、何体かいるよね。雲とか、あと赤部青部とか、そこら辺ね。仕切るんじゃよ。仕切り。はい。今宵の趣向、誠に見事だったぞ。これはありがたきお言葉、この字。苦労した甲斐がありました。あれ、この妖怪って何かしたっけ。まあまあ、そういうことにしておきましょう。まだまだ宴は始まったばかり。今宵は存分に盛り上がろうぞ。クリアですね。クリアです。いや、まだ終わらないのか。いや、終わったね。最後の、なんかこう、ためが長いよ。ため長い。よし。よし。で、経験値もらっても運が、関係はないね。星雲のお守り、しょっぼ。まあ、ボーナスでなんかいいのもらえればいいけどね。外れだし。外れかい。はい。ということで、ああ、記録じゃないや。大事点ね。ここの、ボス、全部埋まりました。ああ、よかったよかった。この手前のね、クエストが結構めんどくさかったんだけども、これでちょっと、1ページ埋まったってことで、スッキリしました。はい。ということで、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。